自由民主党心の青山茂春です。党利党略のためでなく、ただ国益のためにこそ、不詳ながら質問いたします。よろしくお願い申し上げます。はじめに九州をまたしても襲った豪雨災害で犠牲になられた方々とご遺族に、魂から哀悼の意をお伝えしたいと思います。えー、さて、加藤森幸前愛媛県知事、前川喜平、 前、文科事務次官におかれましては、参考人としておいでいただきまして、ありがとうございます。お二人は同じ文科省で、加藤さんの方が先輩でいらっしゃるということですから、お名前は先にお呼びいたしました、えー。質問に入ります、現在の日本では、鳥インフルエンザ、抗体液、そして BSE、狂牛病という深刻な新しい危機が生まれています。 鳥インフルエンザは鳥から鳥にだけ伝染していた状態は、例えば中国ではすでに終わり、鳥から人へ、さらに人から人へと伝染する恐るべき事態に進展し、死者も出ております。これは鳥インフルのウイルスが突然変異を繰り返して感染力を高めている証拠です。日本においても、高病原性鳥インフルエンザが人にまで広がる事態に常に備えねばなりません。 また牛や,牛や豚などの高体液は宮崎県ですでに大発生し畜産農家に一時は壊滅的な被害を与えましたこれもウイルスです狂牛、えー、病もすでに北海道千葉神奈川熊本で発症していますマスメディアが忘れたかのように報道しないため危機意識が薄れていることこ,こ,とこそむしろ大問題です不詳、えー、私はもともと民間で危機管理の実務に長く携わって国会に来ましたこの動物由来のウイルスを ウイルスによる人類の新しい危機から国民を守ることが、政府と国会のどれほど神聖な任務か、よく理解しております。その観点から、いわゆる家計学園をめぐる問題が取り沙汰されるずっと以前から、民間の専門家の端くれとして、自治体や政府と連携すべきを連携しつつ、動物ウイルスを扱う獣医師の不足に、私も直面してきました。農省によれば全国3万9人のの獣医師のうち ペット関連の医師の方々が39%と最も多くて、家畜の貿易や回路などを担う公務員獣医師はわずか9%です。今日質問するにあたりまして、農水省に改めて問い合わせてみますと、以下のような回答でありました。産業動物獣医師。これは例えば今申したウイルスなどに対応できる獣医師です。産業動物獣医師については、十分に確保できていない地域があることから、 獣医学生に対して地元に就職することを条件に、学者を、学士を対応している、えー。このような地域は産業動物獣医師の確保が困難だと言えますという回答でした。えー、そして,そして、えー、こうした学士の対応は、愛媛県では9件あります。全国で3番目に多くなっています。東京にはこうした対応は一切ありません。 農水省の政府参考人であります小川涼介審議官、これで間違いないか、それだけを簡潔にお答え願いますか農林水産省小川大臣官房審議官。 お答え申し上げますただいまご指摘の獣医学生等に対して就学資金を対応する事業でございますが、平成28年度には全国で16地域が事業を実施する中、愛媛県の計画は9人で、全国で3番目に多くなっているところでございます,、はい、います青山茂春君。え前川参考人にお尋ねします。えー、あなた様におかれては、日本に獣医師の不足がないから、愛媛県今治市に家計学園が、 家計学園が新たに獣医師学部を作ることは、行政を歪めることであるという趣旨で発言されていると思いますが、この今申し上げた実態はご前川参考人。えー、違います。あの 獣医学部の新設について、えー、一律に申請をけ受け付けないという、まあ、これは告示があるわけでございますが、その告示に対して特例を設けるかどうか、あるいはの告示の撤廃を考えるかどうか、獣医学部の入学定員について、えー、定員管理をするというポリシーを捨てるか捨てないか、これは政策論議をすべき問題でありまして、それはあ、まあ、国家戦略特区を舞台にして議論することもできるでしょうし、あるいは一般論として議論することもできます。 でこの規制緩和をすべきかどうかという問題と、その規制緩和の結果として、えー、加計学園に獣医学部の新設を認めるかどうかという問題とは、これは次元の違うこと,こことでございまして、私があ歪められたというふうに思っております部分というのは、規制緩和の結果として、加計学園だけに獣医学部の新設が認められるに至ったプロセスであります。その部分が 問題であるし、不公平な部分があるんじゃないか、また不透明な部分があるんではないか、そこの解明が必要だというふうに考えているところでございます<上>青山繁春君。正直、今、前川参考人のおっしゃったことは、僕の予想したとおりであります。でこの件については、もう少し後に改めてご質問いたします。で今、加藤参考人におかれては、自治体の最前線でこの獣医師不足に直面してこられました。 どのような実態でしょうかまた前川参考人の先ほどのご答弁お答えをどのようにお聞きになりましたでしょうか前愛媛県知事加藤参考人お答えいたしますまずあの参考人でお呼びいただいたことに心から感謝申し上げますもう10年前に愛媛県知事として 今治に獣医学部の誘致を当時は構造改革特区の名のもとに出演した当時のことを思い返しまして、えー、花も引っ掛けていただかなかったこの問題がこんなに多くの関心を10年後に持っていただいているということに不思議な感じがいたしております。当時愛媛県知事としてたくさんの仕事を預かりながら県民の生命身体財産 畜産業の振興食品衛生その他で一番苦労しましたのが鳥インフルエンザあるいは抗体液の四国への上陸の阻止あるいは BSE の問題の日本への波及の阻止言うならば四国という小さな島ではありますけれどもこういった感染症対策として一番防御が可能な地域という意識もございましたしそしてアメリカが このの問題に恐竜病の体験を受けて、先端切って国策としてこれからはライフサイエンスと感染症対策をベースとした獣医学の教育の充実ということで大幅な獣医学部の入学者の増加そして3つの獣医科大学の新設という形で懸命に取り組んでいる姿を横で見ながらなんと日本は。 関心を持っていいただだけない国な国んだ私は少なくとも10年前に愛媛県民のそして今治地域の夢と希望と関心を託してチャレンジいたしました熱い岩盤規制で跳ね返され跳ね返されやっと国際戦略特区という枠の中で実現を見るようになった今本当にそれを喜んでもおります。 先ほどの話のございました行政が歪められたという発言は私に言わせますと少なくとも獣医学部の問題で強烈な岩盤規制のために10年間我慢させて,いてきた岩盤にドリルで国家戦略特区が穴を開けていただいたということで。 歪められた行政が正されたというのが正しい発言ではないのかなと、私は思います青山茂春君、はい、あの前川参考人と加藤参考人のお話は、見事に食い違っているわけですけれども、その経緯につきましては、もう一度申します、この1問、あとにお問いかけします。今の11種の問題についてもう1点だけ ご質問お二人にいたしますこれまでの獣医師要請には別の問題もあります実は現在930名の定員でありますけれども1200名まで水増し入学が行われていますこれで需要が均衡しているともしも文科省が判断しているのであればこの点からもおかしいのではないでしょうかこれは23%ももの水増し入学が横行しているということでありますから 実は、現場の方々にずいぶん尋ねていきました、そうしますと、例えば教室に入りきれない学生が廊下にあふれて、まあ、授業を一種見学している、覗き込んでいるっていう実態もある、一番大切な実習も、実は背後から覗くだけという状態が、これ、大学によって変わりますけれども、起きているところがかなりある。 で文科省は現在、大学の定員超過の是正に取り組んでいるとも聞きました、文科省に聞きますと。ただ、もしも獣医学部の水増しが正されれば、年間270名、なんとほぼ4分の1もの新しい世代の獣医師が減ることになります。これは獣医師の教育が現状の学校では十分でないという証拠でもあり、獣医師養成の学校が足りないという調査ではないでしょうか前か前川参考人この点についいてはご見解いかがでしょうか。 前川参考人。私立大学の定員超過の是正をどうするかということは、一般的な問題としてあると思います、これは私学助成をどのように活用するかというようなことも含めまして、えー、検討する必要がある問題だろうと思いますが、あただ、このお獣医師の需要がどのくらいあるのか、あそれに対してどのくらいのおお獣医学部の入学定員が望ましいのか。 これはやはやり政策的に考え、またあーあの定員管理を政策的に行っていくということが当面、えー、正しい方法だろうと思っておりまして、えーまあ、いっぺんにこれを撤廃するということは望ましくないだろうと私は個人的に思っております。ただ、その獣医師に関しましても、ですねもしその今後、要請を増やす必要があるというのであれば、ですねそれはまだあの確認されたことではございませんが、もし、 今後、獣医師の要請を増やす必要があるというのであればですね、それは既存の大学の定員を増やすという方法もあるわけでありますし、既存の大学には十分なスタッフが揃っている場合もありますし、さらに十分な、その、教官組織をですね、さらに充実させるということもあると思います。まっさらに新しく獣医学を作る方が、 よほど困難でありまして、その教員をどこから連れてくるかという問題は非常に難しい問題のはずであります。既存の大学からその新しい学部に教員を連れてくるのであれば、既存の大学の教員組織が弱体化いたします。そこをどうするかという問題がございますから、単に要請数を増やすということであれば、通常はですね、既存の大学の定員を増やす方が、よりコストのかからない方法であります。 実際、医師についてはそういう方法を取って、えー、供給数を増やしているわけであります、そういった選択も含めて、政策的に考えるべき問題であるというふうに考えます青山繁春君。はい、あの今、前川参考人のおっしゃったのを謙虚にお伺いしましたけれども、要は既存の体制の強化でやりたい、でそれがもしできるならいいんですけれども、それだったら、今の水増しのような事態が、 この獣医師養成機関はみんな志を待ってやっているわけですから、起きるはずがないと思います。まあ、その上で、もう一度、今の件について、加藤参考人はいかがでしょうか。はい、加藤参考人。特区の申請をしてから、何回も門前払いをくらいました。が 一番強い反対は日本獣医師会でありましあ当時あの直接の接触はございませんでしたけど、えー、ホームページでは専務理事が、まあ、今治の獣医学部新設に関して、えー、ケチョンケチョンの論人を張ってられましてでまあその中でも要するに要請、えー、はちゃんとするから余分なことをするなというのは基本であります。 で当時から私が大変疑問に思いましたのはまず獣医師の養成が私はこういう言葉を使いましたけれども箱根の関所から東を関東と言ってました箱根の関所から東で8割の入学定員があり箱根の関所から西の方には2割の入学定員しかなくてしかも私学は 水増し入学をしますから実質的には要請される獣医師の数は箱根の関所から東は80数パーセント場合によっては90パーセント近くがそちらで挑戦で空白区は四国であります獣医師が確保できない県知事としていろんな対応をしてもとにかく例えば地方公務員は 競争試験が原則ですけれども獣医師はもう無試験でもいいからどうぞどうぞと言っても来ていただけないで獣医師会の反対は何かと言ったら処遇しないからだとじゃあ愛媛県だけはあるいは四国は獣医師の給与体系を国家公務員の獣医師よりも上回る体系を作ることができるのか それは、じゃあ、獣医師が充足された時は給料を下げるのかと。給料の問題を。愛媛は給料が安いから行かないんだよとか、奨学金出さないから行かないんだよ。全部東京へ来たら養成して返すからと。そういうことでいいのかなっていうことが一つ。それから、新しい学部はできないと言って、その後反対されながら見てました。でも 自分たちはどうであったのかと申し上げると大変恐縮ですけれども大学教授の定員は10年前と今日と変わらないままでアメリカは必死にやってるのに強いたままで新しいのを作るな、うん、作るなと。で今回のースにしましてもはるかに多い獣医学の教官を作って感染症対策なり。 あるいはライフサイエンスなりあるいは動物実験による創薬の研究なりと幅広い学問をやるスタッフを揃えようと思ってもそれをブレーキをかけるというのは私には理解できないそれならば自分たちでなぜこの10年の間にアメリカの遅れないようにスタッフを揃えないんですかと今のままで置いておいて今りには作るな作るなというこれはあまりにもひどいではないかというのが私の思いでありました。 少ししし時間を頂戴してよろしければ、私の知事の任期の終わりの方に民主党政権が誕生して自民党じゃできないのは私たちがやると言って頑張ってくれました対応不可の門前払いから実現に向けての検討とレベルアップしましたああよかったねってで私は次の知事にバトンタッチしましたところが自民党政権に返り咲いても何も動いていない。 何もしないでいてただ今治だけにブレーキをかけるそれが既得権益の擁護団体なのかっていう悔しい思いを抱えながら参ってまいりましたそして国家戦略特区で取り上げられ私も昔取った金塚で今今治市の商工会議所の特別顧問という形でこの応援団の一員として参加しておりますそれを眺めながら大切なことは欧米に誤した 先端サイエンスと感染症対策と封じ込めと私たち日本人の生命がかかるこの問題を欧米に送れないような獣医師を要請しなければならないことに手を加えないでおいて今治はダメ今治はダメ賭けありきというのが何かなと思います。私はかけあありりきでままません加計学院がたまたま愛媛県会議員の今治選手の議員員のの今選手と 加計学院の事務局長がお友達であったから、この話がつながれてきて、飛びつきました、これもだめなんでしょうか、お友達であればすべてだめなのか、そんな思いで眺めながら、今日やっと思いの一端はをこの場を借りて申し上げさせていただきました青山君加藤参考人におかれてはあ、旧文部省で官房長まで務められたお方で。 先ほど申しましたとおり、前川参考人の先輩でもいらっしゃいます、でまあ、文科省、あるいは旧文部省が守ってきた、いわば既得権益、規制の壁と、それから自治体、特に地域の方々、そして危機に備えなきゃいけない務め、そういうことが、実はやっぱり、そごをきたしていたということが、あの率直にご呪文を誇らずにお話になられたと思います。その上で先ほど前川次官から 家計ありきが問題じゃないかという趣旨のこともおっしゃいましたので、えー、時間がだんだん少なくなりますけれども、このお話、このご質問いたしたいと思います。というのは経緯です、愛媛県の今治市に家計学園の岡山理科大学獣医学部を申請することについては、まあ今日の審議でもさまざまな文書が議題になりましたけれども、省内のメモというのは、普段から、僕も政治記者の時代からよく存じ上げております、あぶれているということ。 そういうことに依拠するよりも、閣議決定や、あるいは国家戦略特区をめぐる議事録、公に公開されているものを丹念に調べていけば、これは私の個人見解ですけれども、経緯は非常にはっきりしていると考えています。まず文科省は、先ほど前川参考人がおっしゃった告示、これを西暦2003年に最初にこの件について出しております。このの告示というのが 実は今日のお部屋にいらっしゃる方はご存じであっても、一般国民は非常に馴染みが薄いものであって、えー、法律でも政令でも省令でもなくて、いわば役所が出す一種の、まあ、命令っていうのは言い過ぎかもしれませんけれども、相当な力を持っているものを、役所が実は出すことができると、そういうものが存在していること自体、実はマスメディア、僕は元記者なので、えー、この国事のチェックまで正直やったことないです。ということは国民の方々がこの国事の実態に触れるのは、関係者になったときだけですね。 したがって、この告示にまず注目せざるを得ないんですけれども、その告示によって、これまさしく前川参考人がおっしゃったとおり、獣医師などの大学新設を事実を差し止める告示が2003年に出されました、これは公平のために言っておくと、獣医師だけではなくて、お医者様、歯医者様、獣医師の方々、そして船員の方々、この4種についてですけれども、そういう差し止めが行われたわけです。で このへ、えー、ごめんなさい。2003年の告示の前から、こういう姿勢だったですけれども、告示で改めて確認したということですから、そのために獣医師の大学学部は、半世紀の間あ、実に申請されていないわけです。これに対して、今、加藤参考人がおっしゃったとおり、愛媛県と今治市が共同で獣医学部を誘致し、加計学園だけがこれに応じたのが、えー、告示の3年後の2007年です。ですからさっき、えー、加藤参考人は、10年の苦闘と、 苦闘という言葉ではありませんでしたけれども、総理指導おっしゃったのは、非常に正確な時系列をおっしゃっています。その後、8年間にわたって、加計学園だけではなくて、ここにいらっしゃるまさしく加藤さん当時の愛媛県知事ら、自治体の働きかけがあって、では新しい需要があることなど、4つの条件を満たせば、国家戦略特区の中に獣医師の学校をつくってよしという閣議決定がなされた、これがおととしの2015年の6月30日です。 でこの前年には、この国家戦略特区の基本方針がやはり閣議決定されていて、だから、どんな方も読むことができます、その中にこういう趣旨があります、これは先ほど、山本大臣がおっしゃったことでもあると思いますけれども、あ答弁は必要ないですが、えー、ある省庁が規制の緩和を困難とする場合には、その正当な理由を説明するのを義務とすると、これを難しい言葉と、 挙責任、挙承責任と言っているわけですけれども、そういう趣旨が盛り込まれました、そのために先ほど申しました4条件に基づいて、文科省は新しい需要が獣医師にあるのかないのか、2015年度末、えー、つまり、えー、去年の3月31日までに説明する責任が実質的に生まれました。ところが、文科省はあ年度末までにそれができなかったで、それを見てなのか、そこで新たに京都産業大学が名乗りを上げました。 つまりちょうどその頃2016年の3月です。しかし政府、この場合は安倍政権は、これをもって文科省のいわば敗北とはせずに、半年延ばして、2016年9月16日に国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングを行いました。この席で文科省の課長補佐の方は、こうおっしゃった、新しい自主需要があるかないかという巨匠責任は、 大学これ、言葉を補ってますけど、大学や学部を新設したいという側にある,あると、これ、ちょっと言葉を補いましたが、要するに文科省にないということをおっしゃったわけです。えー、ところが、ワーキンググループ側に、えー、今日例えば衆議院で、えー、参考にいらっしゃった原さんなどが、いや、文科省にあると、原さんの言葉を正確に言うと、逆さまになっていると、むしろ許を責任なるのは、文科省の方なのに、逆さまに行っているということをおっしゃって、この議事録を。 どなたでも読めますから、議事録を見ていただくと、この後に文科省の反論は一切ないんです。ででしたがって、議論はそこで決着してしまっている。で、なぜこの許証責任が文科省にあるかといえば、これは大学や学部新設の許認可はすべて文科省が握っているからです。文科省も、これが分かっているから反論しなくて、いわばそれで決着しているわけです。もう一回申します。これ、僕の推測とか、勝手な組み立てで申しているんじゃなくて、こういうものを、 メディアも読み込んでいけば、本当は分かることです、すで、えー、この文科省がいつもこの話題、話題問題になる総理の意向があるという内部文書、前川参考人のご答弁におかれても、これがメモであるという趣旨は感じられますが、これを作成したのは、この決着した、事実を決着したわずか10日後のことです、2016年9月26日のことです。 すなわち、課長級の交渉、この場合、まあ、直接は課長補佐ですけど、クラスで言うと、だいたい課長級の交渉で決着してしまったことに、改めて内閣総理大臣が口を出すというのは、およそ行政の現場にいる人からでしたら、信じられないことです、これ、実はあの外務省防衛省に至るまで、え僕の記者時代の指令、全部に聞いていきましたけど、一人もそんなことはありませんということで、どうして国会でこういう議論になるでしょうかという疑問がむしろ僕に提示されました。 でこれはすなわち、ここは僕の推測です、えフェアに申しときますが、文科省の内部向けに敗北したことであっても、それは総理のご意向だから仕方ないでしょうという内部向けに弁明する文書だったと見るのが、一番まっとうな解釈ではないでしょうか。で、えこの解釈が当たっているかどうかは別にして、現実に動いたのが日本獣医師会です、先ほど加藤参考におっしゃった、え獣医師会の倉内お会長は、最近、西日本新聞のインタビューに答えて、 こうおっしゃってます、規制緩和が決まった後は、つまりこのワーキンググループのヒアリングで事実を決着したということを、当事者の重視師会が一番痛切にお感じになったわけですから、規制緩和が決まった後は、確かに1項にしてくださいと、せめて1項にしてくださいと、お願いしましたと、新設を回避できないなら、せめて1項にかけるべきだと思ったからですと、これもどうぞ、インタビューのもとを確かめてください。でこれを受けて この年まさしくこの年の11月秋になって、新規参入の京都産業大学が、次回以降に期待をつなぐ形で、えー、これもすみません、お名前申せませんが、京都産業大学、取材に応じてないようですけれども、まあ、僕の知り合いに確認しましたら、今回だめでも次回以降、期待できるということで、無理をせずにここで矛を収めましたと、ね、これはただし非公式な発言ですから、信、あのー、信憑性は確認できません。で、個人の発言ですから分かりませんが、 しかし、皆さん、お聞きになってどうですか、これ、ごくまっとうな話ですよね。はい、そして、えその京都産業大学の撤退を直接受ける形じゃないと思いますけど、翌年えつまり今年の1月に、加計学園が特区事業所に認定されたわけです。えそして、獣医師会の強い希望、そしてこれ、僕は由民主党のために質問してるんじゃありませんから、国益のために質問してますから、申しますが。 獣医師会による自由民主党を含めた政界への働きかけによって、一向に絞られたときに、もしも去年に初めて参入した京都産業大学になっていれば、それこそ何があったのか、大変な問題になったんではないでしょうか。逆に言えば、京都産業大学があだ、えー、今回については断念なさったのは、獣医師会のお強い働きかけがあったことも一因ではないかと考えられます。これれが正直公開された文書を何度も何度度もも読み返し すべずまで全部調べたら、この経緯しかないんです、えこの経緯について、前川参考人にお尋ねしますえ、ちょっと失礼なものになることは許してください。そもそもこういった経緯について、え現職のときに、こうやって国会においでになるようなときの前に、詳細にご存じだったでしょうか前川参考人。えーまあ、私が、まあ、現職で文部科学省で仕事をしている中でもですね、 見えないい部分たたくさんございましたどうして三十年四月改革が大前提なのかですね、ここについては合理的な説明はどこにもございませんでして、結局は官邸の最高レベルが言っていること、あるいは総理のご意向であるというような説明しかなかったというようなことはございまして、これはあの内閣府の方でご説明いただかなければならない部分だろうと思いますけれども、文部科学省からは預かり知らない部分がたくさんございますので、私は承知していないことは多々ございます。しかしか その日本最高戦略改定201号で、ですね、えー、平成27年の6月に閣議決定された4条件というのはございます。これはやはり閣議決定でございますから、閣議決定である以上、政府部内にあるものは何省であれ、何府であれですね、あるいはあ特区諮問会議であれですね、これは内閣の一員として守らなければならないものだと思っています。でこのの閣議決定の中でですね 4つの条件があるわけでありまして、文部科学省としては、この4つの条件をやはり満たす必要があるということをずっとまあこだわったわけでありまして、えー、その第一は、現在の提案主体による既存の獣医師要請でない構想が具体化すること。これは今治市からそういう構想が出てくるということを想定していたわけであります。で今治市から確かに何らかのものは出てまいりました。これに対して文部科学省側は何と言ったか、あのワーキンググループの 議事録をお読みいただければ分かりますけれども、文部科学省はその一つ一つにつきましてです、ね、えー、これは既存の大学ででき,できている、すでに取り組まれていることであると、ということを言っております。でそれに対して、何らだ反論はなかったわけであります。ですから、文部科学省としてはです、ね、この4条件に照らして、えー、この今治市から出てきたあの提案は、あこの条件を満たすものではないと。 いうことを主張はしておるわけでありますけれども、そこから先の議論になっていないわけであります。そこからあとはもうとにかく決めると、4条件は満たしたと、誰かが決めてしまったと、まあ、そういうことでありまして、ですね文部科学省としてそのワーキンググループで満たしていないという主張はしていることは、お読みになればわかります。で これをもって、その巨匠責任うんぬんといわれるのはおかしい話でございますが、このま,まずその政府内での議論の中で、どちらが先にその,その必要性を述べるかと、これは確かに議論の順番として、巨匠責任をまずどちらに負わせるかという,ようなことはあるかもしれませんが、その結果としてです、ね、内閣府が勝った、文科省が負けた、だから国民に対してはこれをやるんだと説明すると、これでは国民に対する説明にはなりません。 この巨匠責任のありかということと、国民に対する説明責任とは全く別物でありまして、国民に対する説明責任はやはり政府一体として負わなければならないわけでありまして、えー、巨匠責任があって、そのお議論に負けたから、文部科学省が説明するんだと、こういう議論にはならないはずであります青山茂春君。僕は本音のところで、えー、前川さんという人をなるべく信用したいんですけど、今のお話は非常に不可思議な話で、 まずあの全体としておっしゃっているのは、あ今、僕が申し上げた経緯について、全部ご存じないというのは伝わってきました、そうはおっしゃっていませんけれども、ご存じであればご存じだとおっしゃるはずです、それから例えば、その挙承責任を持つということと、国民に説明するということは別だとおっしゃいましたが、これ別だったら民主主義は終わりです、はい。何のためにこの審議をやっているのかも分かりません、それから挙承責任ということを、むしろこう話を、こういうことは使いたくないけど、すり替えておっしゃったのは今、前川さんの方であって。 ね、だからそういうことは、その何かの志を持って今お話されているんであれば、なるべく避けていただきたいと思います、その上で、えー、時間も迫ってきますから、この件もやっぱり加藤参考人にお考えをお聞きします、どうぞ。加藤参考人。えー、私の古巣でありますけれども、やはりあの、 文科省も時代の進展国際的な潮流を考えこれでいいのかということは常に自問自答しなければならないと思っております私自身が今回の問題にタッチしてそれが跳ね返され年月が経過するために当時同時並行で例えば薬学部これは医薬分業がありまして一っに入学定員が 6, 5千0 0数0六千人近く増えました大学の数も2倍近く増えましたでもそのことに関して需要がどうだ供給がどうだ居場責任がどうだと誰も問題にされていなかったと思いますで今何が起きているかというと今後何万人という薬剤師の過剰供与それをどうするかっていうのは深刻な問題だということになっています片や獣医学部は美体一門だめです そして巨匠責任がありますとか私は関係しておりませんでしたけど論議を聞きながら思いますのは少なくとも私の知る限り提案した時点から東京の私学の獣医学部は45人とか50人とかう十数人の教授陣容のままで時代の進展に対応しないまま今日に来ております。その中で 今治で計画している獣医学部は72人の教授巡洋でライフサイエンスもやります臨床感染症対策もやりますとさまざまな形での、もちろんそれは既得の例えば医学部の一分野でなんかやられているかもしれませんけれどもそういう意欲を持って取り組もうとしているのにそのなて といびりばあさんじゃありませんが薬学部ならどんどん作ってもいいけれども獣医学部は美大一門だめだってこんなことが一体この国際化の時代に欧米に遅れていけない時代にありうるんだろうかというのが私の思いでまいりましたへりはいいんですただそれからもう一つ感想をさせていただくと私は霞ヶ関で三十数年生活いたしました象徴間殺症とあります 自分の思いを賞を代表して激しい言葉も使い場合によっては虎の色を狩りる狐のような発言もありでも事柄が決着した後は酒を酌み交わしてそしてお互いの「あああんたもきつい言葉を使ったね」と言いながら決まったことに向かっての次の世策権があっていくこれが霞ヶ関の文化でした今回は霞が関の文化が感じられません時代が変わったんでしょうか。 少なくとも日本国民にとって時代の潮流の中でどこが何を求めているのかそれに対応するにはどうすればいいのかを考えることであって私は本質の議論がされないままにこんな形で獣医学部はおもちゃになっていることにはだはなだ残念に思います。時間はあと6分になったんですけれども。 前川参考人が、文科省の不正な天下り事件に関わられてお辞めになったことは、公然とは事実でありますで。この天下りの実態について、この日本記者クラブで、前川参考人が6月23日に記者会見なさったときに、自分はその詳しい実態を知らなかったということをそのお話になっています。 でこれは正直、僕は大変驚きを持って、その記者会見を拝見しました、動画でも、記録でも拝見したんですけれども、これが事実だったら、事務次官の責任放棄か怠慢と言わざるを得ませんし、事実でないんだったら、天下り圧っのそもそも違法,につい違法性について認識が足りないんではないかという根本問題につながりかねないと思います。 時間なんとか作って、前川さんにちゃんとお答えいただきますけれども、例えば日本獣医師会の倉内会長は、この医師会内の春夏秋冬というご自身のエッセイで、何を書かれていらっしゃるかというと、既存の獣医師の待遇改善に意を砕かれていると、そのためにも獣医師が増えることには反対すると、直接的には獣医師導につながる学校の増設に反対される医師、これ、エッセイで明確にお受けになっています。 この獣医師要請の期間を含めて、学校の許認可権はすべて文科省にあるわけです。だから学校は天下りの文科官僚を受け入れ、文科省は時間以下が、えー、学校への天下りを法を返してでも進めたから前、前川参考人に置かれても、この問題で辞任なさったわけです。えー、この獣医師会に見られるような、これも獣医師の方が全部そうだとは僕はとても思いません。しかし、会としては、既存の学校だけを守ろうとする姿勢と、天下り問題は密接につながっているんではありませんか。 えすなわちこれは、既得権益を正解、残、財、民、もうとにかくありとあらゆるところが一体で守ろうとする日本の闇につながっているんではないでしょうか。え学校の設置許可も良い学校が残っていくと良き競争に任せないで、既存の学校をとにかく守る、妥当な規制,規制緩和であっても、やらないという姿勢が現在の文部科学省ではないんでしょうか。そのの懸念を今日の審議ででも大変感じままましたああとと分ありますすいません前川参参考考人人きれば加藤参考人と 2本ずつ終わっていただいて、えー、すみません、簡潔にですが、前川参考人のご見解、どうぞ前川参考人、えー、この国家戦略特区における、今治市における獣医学部設置の問題、この問題をめぐる議論と、ですねこのいわゆる天下り、再就職規制違反にかかる問題と、 これは結びつけて議論するのはやはやりおかしいいと思います、まあまあ、仮に結びつけるのであれば、ですね、えー、具体的な事例はあ基礎理事の問題です、基礎理事は確かに私の先輩で、ですね、えー、内閣官房参与をした上でえで、ー、内閣官房参与の身分を持ったままあ、加計学園の理事になっておられまして、えー、その2つの肩書を持った状態のときに私のところにおいでになりまして。 加計、えーまあ、学園のお獣医学部の新設に向けてですね働きかけをされたと、こういう OB による現役に対する働きかけこそが、ですねやはりい,いわゆる天下り問題の弊害の一つの端的な例だと思っておりますが、私はこの基礎理事の働きかけにつきましては、それをもって何らかの政策判断に影響させるということはいたしませんでした。その事実だけはあ 担当課に伝えましたけれども、それをもって、です、ね、なんかその忖度をするとか、ですね、えー、便宜を図るとか、ですね、審査を甘くするとか、態度を軟化させるとか、そういったことはすべきではないと思っておりましたし、実際にそういうことにはなっておりません。この天下り問題と、このおお獣,医学獣医学をめぐる問題と、ね、結びつけて議論することは誤りだと思います。す青山繁治君。 いや、僕は結びつけなければいけないと思っています。そこが一番違うところですが、前川さん、最後に加藤さんのお話いただく前に、一言だけ申せばですね、文科省はこのほど、文部科学白書を発表しました、その冒頭の3ページに異例な言葉が入っていて、組織的な天下りの問題について署を挙げて猛省するとして国民に謝罪して、3人の事務次官経験者は、そのうち、前川さん、あなたを含めてです、圧っの構造づくりや運用に関わっていた責任を、 極めて重く受け止め、定職担当の、え定職相当の評価としたと。そういうお書きになってるわけです。この後輩の方々が苦しんで書かれた、この文章を、今の、お、ご答弁も、ちょっと裏切ってるんじゃないかと思いました。すみません。あと一分になりましたが、加藤参考人、どうぞ。よろしくお願いします。加藤参考人。ありがとうございます。若干感情が高ぶって、思いの丈を申し上げました。 ただ一つだけ触れていなかったことございます。いやさまざまなことがございましたけれども眺めながら6月13日の国家戦略会議諮問会議の民間有識者の委員の方々が記者会見をされて私は人に知らされてインターネットのえー あの中継ではなくて何て言うんですか YouTubeYouTube YouTube で1時間半拝見させていただいて感激しました特に今回の規制緩和に関して心の一点の曇りもなくやったということでこれが今回の大きな事件の結論だったんだろうなとこれが国民に知ってもらうべき重要なことなんだなと私は思いました たくさん今まで私のところに取材がありましたけれども都合のいいことはカットされて私の申し上げたいことを取り上げていただいたメディアは極めて少なかったことを残念に思いますけどあの YouTube がすべてを語り尽くしているのではないかなと思います。